MC しないんですけど、ちょっと今日は一応最後なんでちょっと MC しようかなって思います。
まあ、ここにいるみんなは結構知ってる人も多いかと思うんですけど、僕5年前のちょうどこの時期にやっぱ笑いとこじゃないかいつもあの笑い事にし俺がしてるんだけど、もう本当に5年前交通事故に遭って、でその時は本当に生きるか死ぬか本当に分かんないぐらいで、今は想像できないと思うんですけど、本当に医者からも本当に分かんないって言われてて、で生きてても寝たきりの確率の方が高いってまで言われてたらしくて、けど、まあ、若いっていうのとその17歳かなんで部活運動部だったんでやってて体鍛えてたんでっていうのもあって、4ヶ月くらいかリハビリ含めて退院できて、で、まあ、そこからみんなと同じように受験したんですけど、まあ、そもそも退院直後は受験なんてしてるような頭じゃなくて、ほんでなんか私生活で忘れ物多かったりとか、もう1秒前に思ったこと忘れたりとか、そんぐらいの本当にひどくて、で、まあ、浪人することになって浪人して、でなんとか中央大学引っかかってくれて、で、まあ、1年はやっと大学生になれたから、やっと解放されたって思って遊ぼうと思ったんですけど、まあ、コロナウイルスで何千年活動もなくて、なんかなんで俺の人生こんなんだろうなって本当に自暴自棄になった時もあって、けど去年からだんだん活動が再開され始めて、今の4年生、まあ、卒一とかがしっかりやってくれて、でライブも何回か出させてもらって、で今年3年生今関東大最後を迎えられて本当に良かったと思ってます。ありがとうございます。で、まあ、ちょっと長くなったんですけど、僕の言いたいことはみんなもしっかり生きてください。別に強く生きようとは言わないんで、弱くてもいいからちゃんと生きてください。生きてたら絶対にきっといいことがあるので生きてください。で、僕が生きててよかったなって思ったことは、中大に入ってハワイアに入って、でここにいるみんなに出会えたことです。ありがとうございました。
から